どうもお待たせしました、屋敷です。いいよ気にしないで、王子訪問来てくれてありがとう。何でも質問してね。何か聞きたいことある？え？あ、へえ、そうなんだ。あ、そうだな。洗濯とか掃除とか、平日は忙しくってサボっちゃって。え？あ、いや、それとうちの会社の面接とかと何か関係ある？ああ、なんか他に質問ある？は？んだと？おい、てめえ一回黙れ。てめえ勘違いしてるみてえだな。これは王子訪問なんだよ。てめえの行きつけのキャバクラじゃねえんだよ。何でも質問してねって真に受けてんじゃねえよ。彼氏いないよこの過去。スリーサイズ教えるわけねえだろ。好きなタイプだと？てめえみてえなポンコツじゃねえやつだよ。いいか、就活成功するやつっつうのは王子訪問も OB 訪問もつたなかろうが自分なりの志望動機や自己 PR 見てくださいくらいのスタンスで来るんだよ。自己 PR してみろ。ってどこ見てんだこのバケ。しかもありきたりすぎんだろ。てめえの顔を納豆まみれにして醤油ぶっかけるぞ。こっちとら仕事で毎日くったくたなんだよ。てめえと1時間会うっつうことは1時間睡眠削ってるってことなんだよ。それを彼氏いませんかだ。いい加減にしろ。せっかくのお前との1時間を無駄にしたくないんだよ。ちゃんと自己分析して就活頑張るんだぞ。じゃあね。書籍ビジネスパーソンのための吉木理沙に怒られたい、ナース、 OL、 女子高生などの10種類のコスチュームでポンコツビジネスサラリーマンにありがちな56の習慣に吉木理沙が激怒。好評発売中。さらに DVD も発売中。特典映像およそ80分、吉木理沙に無視されたい、吉木理沙に褒められたいなど撮り下ろし映像満載です。詳しくは公式ホームページへ。